嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いた。なんすか謝罪って。嘘つくのやめてもらっていいですか。それ明らかにあってあなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。あ、それはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題。あ、ごめんなさい。なので、はい、老害に向けて、ね、ずっと進んでるので気をつけたいとは思うんですけど、もう来てるかもしれないですね。はい。いや、ほんとだから気をつけないとまずいんだよね。いや、最近たまたま、今日も堀江さんディスをしたんですよ。別に僕、堀江さん嫌いじゃないし、割と面白がって今日もディスをしたんですけど、堀江さんこと堀江門、シャトーブリオンっていう、パーカーの新作が出たらしいんですよ。で、シャトーブリオンって、肉の部位、ヒレ肉なわけですよ。でさ、そのさ、デブがさ、ヒレ肉って書いてあるパーカー着てたらさ、それは面白いじゃん。それ笑いどころじゃん。で、そこをなんかさ、新作作りましたって言って、堀江さんがツイッターで上げるんだけどさ、いやいや、ヒレ肉って書いてあるやん、みたいな。え、おいおいおい、豚にはシャトーブリオンないだろ、それは牛肉だぞ、みたいな、そういうツッコミ欲しいのかなとか思っちゃうじゃん。本当にすいません。っていうので、だから、笑いどころなのかな、と思ったんですけど、まあまあ、それは置いといて。で、なんで今この堀江さんの話をしたかっていうと、堀江さんの、ツイッターの発言あたりの、ファボの数と RT の数が少ないんですよ。堀江さんってフォロワー350万人ぐらいいるんですよ。なので見てる人が350万人ぐらいいるはずなんですけど、RT とかファボの数が少ないんですよね。僕がしょうもないこと書いてる方が多かったりするんですよ。僕今60万人ぐらいなんで、多分僕の方が統計的には6分の1になるはずなんですけど、でもそうでもないんですよ。っていうのが、やっぱ野菜食ってるおかげかなっていう。すいません。本当にすいません。12% のビールを飲んでいたので、今日はビールが悪いかなっていうことでね。はい。いや、良くないですよね。アルコール度数の高いものを飲むのは、はい。っていうのがあって、人は何時老害になるかわからないので気をつけようという話でした。すいません。どうにか収入を上げたいといい副業がないか模索をしています。アナログで描いたイラストが売れるようになり、これを収入につなげたいと思いました。今から YouTube で画期として配信し、ファン獲得や収入につなげることは無謀、難しいでしょうか？はい、難しいです。全く知らない誰だかわからない人が YouTube で絵を描いてるのを見たいとは思わないです。で、もし本当に絵が上手いのであれば、僕がやるとしたら、タレントの絵描きまくりますね。ちょっと美化して。まあ、例えば僕の知り合いの死んだ魚の上に知るひげおじさんっていう人が、ツイッターのアイコン絵にしてるんですけど、ちょっと美化してるけど本人ってわかるよねってイラストを、イラスト描きました。もしよければ使ってください。著作権とかも全然主張しないですっていうのを送ると、多分ね、10人に送ると、3人くらい引っかかってくれると思うんですよ。で、そうすると、誰々さんのイラストを描いたっていうことで、まあ、そのタレントさんにフォローされるし、誰々のイラスト描いてますっていうのも、一応、プロフィール欄に書けるじゃないですか。っていうので、ちょっとずつ増やしていくと、多分ね、タレントのイラストね、10人ぐらいはいけると思うんですよ。で、そうすると、あれ？このタレントとこのタレントのイラストも描いてるって、この人結構すごいんじゃない？って、人は誤解してくれるんですよ。だから、ひげおやじとかダメだよ。もうちょっと有名な人ね。っていうので、ある程度そのポジションを取るっていうのを狙うといいんじゃないでしょうか。子供にプログラミングを教えるべきか迷っています。HTML のコーディングという職業はワードプレスや安いくり流したりで人やたんが言ったように、Google のアップシートとノーコードが最近やってきてますが、10年、20年くらいで考えたとき、PG も今の HTML のコーダーと同じようになりそうな気がしてまして、今の時代に HTML のコーダー依存と言いたくないので、将来的にそれと同じということを言っていいのかと思います。ゆるくさんはどんどんような予想されますか。まず、よく皆さんが誤解していて、僕は何回も言ってるんですけど、世間に伝わらないのが、HTML のコーダーもプログラマーです。HTML って何ぞやって話になるんですけど、Windows のパソコン使ってる人ってメモ帳を開いてもらって、で、そこに、大なり B、小なり、ひげおやじ、大なりスラッシュ B、小なりって書いて、
で、そこの中、じゃあ、テキスト .html っていう名前で保存してください。で、それをブラウザーにドラッグしてください。で、そうすると、そのブラウザーで、ヒゲオヤシっていうのが太字で表示されるんですよ。で、今度その B の部分を、じゃあ今度は I に変えてください。アルファベットをね。で、そして、それをブラウザーにドラッグすると、今度はそれ斜めになるんですよ。イタリック。で、要はその HTML っていうのは文字のをそのタグと呼ばれるので挟むとそこが太字になったりイタリックになったりっていうのでその文字の見た目が変わるっていうものなんですよ。知っとるわ。うん。大体の人知ってるでしょ。で、これが何をしてるかっていうと人間が読むものではなくそのインターネットエクスプローラーだったり Chrome だったりっていうブラウザーに太字にしろとかそのイタリックの斜めにしろっていう命令を出してるんですよ。っていうので、要は人間に対してじゃなくて、コンピューターに対して命令を出して、その通り動かすっていうのは、実はエンジニア、プログラマーの仕事なんですよ。で、じゃあその、プログラムのそのタグをいっぱい覚えましたっていうので、じゃあそのサイズっていうのやったらサイズ大きくできるよねとか、カラーレッドにすると赤になるよねっていうので、コンピューターに対して命令を出して、その結果を視覚的に見るっていうのは、別にその Windows 上の HTML コーダーでもできるんですよ。で、そのうちじゃあ JavaScript って書いて、その後にじゃあ Print って書いて、そのヒゲオヤジって書いて、で、その、スラッシュで切って、コロンで切ってっていうのを、まあ構文通り書くと、で、それをまたドラッグすると、今度はヒゲオヤジって表示できますと。で、その JavaScript って書いてあった後に、じゃあそのプリントっていうので、ヒゲオヤジって書いた後に、4でいいんだっけ ?JavaScript って4だっけ、まあ、いや、4で、ループを回すっていうのを10回やると、ここからはもう、わかりやすくないけど、その、10回回すっていうのをやって、JavaScript でコピペして、で、それをブラウザーに投げると、ヒゲオヤジが今度10個表示されるんですよ。で、これって別にその、特別難しいことをしてるわけじゃなくて、JavaScript だろうと HTML だろうと、言われた通り、ルール通りに書いて、それをブラウザーに突っ込むと、思った通りのものが表示できるっていうのになるんですよ。4で OK。はい。っていうのがあって、じゃあその HTML なのか、JavaScript なのか、で、それは、その HTML コーダーなのか、プログラマーなのかって意識する必要ないんですよ。要はその10個出したいんだったら JavaScript っていうのをとりあえずおまじない書いといて、で、そのプリントっていうのをくっつけて回すと10個自動的に表示されるよっていうだけで、そのコンピューターに何か命令をするっていうのであれば HTML から始まるので、とりあえず HTML だけ覚えといて、そのうちやりたいことがじゃあ、これだったら JavaScript でやらなきゃいけないよねとか、じゃあそのアラート、ダブルコーテーションってやると、ポーンって出てくるみたいなのも、その試しはすぐできるんですよ。っていうので、その何かを試すっていうのが、なるほど、わからん。すいません。なので、その、コンピューターに対して命令をするっていうのの、慣れとか癖っていうのをやるのであれば、HTML で十分じゃないかなと思います。はじめまして。派遣会社で正社員をしております。28歳男です。派遣先の工場での人間関係や単純作業、勤務時間が早で夜勤をぐるぐる変わることに嫌気をさし、やめようと思います。今更ながら大学に行ってないことを不安に思っており、退職後は大学通信大学に進学を考えておりますが、卒業する頃は30代になっており、会社に就職できるか不安があります。りょうさん、この年齢大学進学することについていかが思いますか？よろしければ回答お願いします。まず、大学に行くのであれば28歳なので、まあ置いといて、じゃあ32歳高卒と32歳高卒、大卒、どちらが就職しやすいと思いますか？で、大卒の方が就職しやすいわけじゃないですか。で、今派遣で働いてらっしゃると思うんですけど、派遣って基本的には、5年以内に別の職場に飛ばされます。もしくはクビになります。なので、その時には高卒32歳が出来上がりますと。で、今から大学行ってれば、大卒32歳が出来上がります。なので、大卒32歳の方が就職しやすいんじゃないですか？29歳、既婚、自営業、年収800万ほどです。毎月数万円無駄遣いしてしまうお金で株を始めてみたいと思っています。未経験、知識ゼロの人間はまず何をすればいいでしょうか？NISA でインデックスファンドを買ってください。AM さんメッセージ書くな、忘れてますね。日本の漫才とか台湾の補定劇のような、その国内では一般的だけど、海外ではほとんど知られてない大衆娯楽ってフランスにはありますか？フランスで身体障害者のコメディアンの人のスタンダップコメディとかありますけど、あんまり他の国で見たことないですね。
Who's fault? It's our fault or your fault? Who's fault? Okay, okay, okay. Choose. Who's fault? いや、帰ってやめましょう。家でいいのつないでんすよね。どこ帰るんですか、うん